どうもこんにちは。今回はインボイスでございます。ご覧のように中小企業庁からね、こういった封書が届きました。どんな封書かと言いますと、インボイス制度導入に関わる取引実態調査ということでございますね。このようにアンケートの書類と、それから封筒が入ってます。もちろんインターネットで返信することもできるんですけども、まあそうですね、文章でしっかりと書いてやりましょうか。特にね、インボイスやめろというふうにこの中に入れてしっかりと送ってやろうかと思います。どんな質問が来てるかと言いますと、インボイス制度開始前から課税自動車でしたかということですよね。で、アンケート丸×っていうことで答えるようにやってると。あとね、今後インボイス発行事業者として登録する予定はありますかって書いてますね。で、さらにインボイス制度開始後の、発注側事業者との取引関係や取引価格についてお答えくださいともありますね。さらにインボイス制度開始前、発注側事業者との取引価格の中で消費税額はどのような取引扱いでしたかってことですよね。アンケート。インボイス制度導入後においても小規模事業者における取引実態を把握するため、中小企業庁の下請け G 面がご回答の内容について後日詳細を伺わせていただく場合がございます。下請け G 面からご連絡して差し支えなければ、下記回答欄に回答者様の所属お名前ご連絡先をご記入ください。該当しない項目は記入していただく必要はありませんって書いてますね。しっかりと文句届けてやりましょう。中小企業庁のね、ボンクラども、まあ中小企業庁に何かが言いたいというよりも財務省ですね。このくだらないインボイスなんてのはね、もう単なる利権構造ですよ、こんなものは。もう、暮らしてやりたいですね。内閣総辞職じゃ足りないわ。ね。怒りのインボイス、送ってやりましょう。つうか、こんなことにも予算かけてるんですね。インボイスがなければこんなこともしなくていいのに、アホかと言ってやりたいです。それじゃ。